はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですねご視聴ありがとうございます。今日はですねこちらね玉ねぎになります。もうね玉ねぎのね収穫の時期になってきましたね。そんな玉ねぎなんですけれども、今日はね実際にどのタイミングで収穫をして、そして今後ねあの玉ねぎですね、保存がねこのね効くタイプの玉ねぎになりますので、保存はどんな風にねしていったらいいのか、そしてこの後ですね玉ねぎの後ですね、どういう野菜をね育てられるのかっていうところですね、この3つに、ね、分けてご説明していきたいと思います、ね。玉ねぎはですね、この時期ね収穫するものはしっかりね保存することによって、夏とかねさらにですね冬ぐらいまでね、はい、保存がねできたりしますので、はい、早速ねやっていきたいなって、ね、思います、はい、それでは早速いってましょう。マッキーチャンネル。はい、こちらですね玉ねぎになります。ちょっとね、もうね収穫時期かなと思いますので、どんどんね収穫をしていきたいなって、ね、思います。ちょっと今年の玉ねぎはね少し病気ですねになってしまって、あまり大きくねならなかったです。よいしょ。しっかりね根っこはね張って元気ではね育ってはいるんですけど、ちょっとねダメでしたね。ちっちゃいね。はい、こちらですねちょっとね玉ねぎどんどん収穫をしていきたいと思います。もうねかなり枯れてきてしまって、ね、ちょっと病気っぽくもねなっていますので、これ以上大きくならないかなとね思いますので、まああとはね食べるぐらいですね。お、これとかすごいですね、大きな、玉ねぎにね成長しました。食べるぐらいですね収穫をしておきたいと思います。順番に収穫をしていって、それでなるべくはね畑には置いとこうと思いますけれども、はい、そろそろね梅雨にもね入ろうとしていますので、やっぱりねそのまましておくよりは、ね、ちょっと取った方がいいかなってね思います。はい、そしてこのように今ね収穫をしました。して根っこの部分ですね、結構ね今出ていますので、この根っこはね取るようにしていきます。これねすごいですね、根っこがすごい張っています。はい、立派な、玉ねぎですね、収穫できましたね。いいですね。まあねちっちゃいのもねありますけれども、はい、それはねそれでいただくことはできますので、ちっちゃいのはポトフとかですね、そういったスープとかに、皮とかね剥いて入れて、はい、いただいていきたいなってね思います。よし。でもあれですね、真ん中の方ですね、こちらの方はちゃんと肥料が混ざっていた影響もあるのか、成長がね著しくていいです。はい、なのでやっぱり土作りですねするときに、ほら見てみてください、こんなね立派な、はい、玉ねぎがね取れました。土作りねするときにですね、しっかりと、肥料をね混ぜて、土でね混ぜて、やっていくっていうのがねやっぱり大切だなってね、育てていてね思うところです。はい、これねどんどんねちょっと収穫をしていきます。そしてこの残砂ですね、また土に入れてちょっとねカルス FCR とか米ぬかとかですね置いておくことによって、あの分解するんですね。そして分解していい土になっていきますので、ちょっとねこの後ですね、玉ねぎね片付けたら、はい、作業をねそういう資材を入れて土ですねまたね作っていきたいなってね思います。で、あの夏の野菜もねまだまだねオクラであったりとか、トウモロコシであったりとかね、あとは
インゲン豆とかですね、いろんなね野菜育てることできますので、ちょっとね、はい、皆さんもですね次の野菜、早くね育てていきたいよっていう方は挑戦ねしていただくといいですね。そしてだいたい7月ぐらいになると1ヶ月ぐらいは土作って置いといて、畑ね休ませて、その後に7月ぐらいは、人参とかですね、そういった野菜も育てることねできますので、そういったものをね待ってから、はい、育てていくっていうのもね一つ、いいのかなってね思います。はい、こんな感じでね取れました。あとはちょっとね、余ってしまったこちらね、玉ねぎの部分になるんですけれども、ちょっと1個収穫してみましょうか。はい、あ、やっぱりこの部分ですね、ちょっと植え付け時期も遅かった影響もあって、玉の大きさはね小さいです。ただねこれでもね、はい、いただくことできますので、いただいてねいきたいと思います。じゃあもうちょっとだけ収穫しておきましょうか。この辺の手前だけちょっとだけね、あと収穫をして、はい、やっていきたいと思います。よいしょ。これとかね立派に育ってるかなってね思ったんですけれども、やっぱり茎が太くなっている分ですね、糖が立ちやすくなっていますね。なのでその分ですね、あの玉の大きさが小さいかなっていうね印象があります。そしてこれね、まあたくさんねありはあるんですけれども、後でね紐で吊るしたりするんですけれども、その時ね、そのまま吊るすことによって保存もね効きますので、特にこれは、晩生のタイプの、玉ねぎになりますので保存が効きます。なのでねしっかりと、まずはねここで乾かしまして、それで、はい、しっかりね保存が効くようにしておきたいなってね思います。すごいです、立派な玉ねぎですね、たくさん取れますね、いいですね。じゃあちょっとこれは1日ぐらい天日干しをして、それでまたね、はい、次のねちょっと保存をね作業をしていきたいなってね思います。はい、こちらですね、あれからね1日経ちまして、ちょっとねしっかりと乾燥してきました。こちらね乾燥もねしてきているので、このままちょっとね、食べれるようにねしていきたいなと思います。でもねすぐ食べれないので、こういう感じでちょっとね、砂ですね、砂だけちょっと落として、これでねちょっと大きさですね、大きさが揃うようにちょっとこうね並べていきたいなってね思います。こうやってねすることによって、はい、長くですね玉ねぎ保存できるかなってね思いますので、やっていきます。こういうねホームセンターとかね行くと、こういうねトレーですね、ちょっとね僕、いただいたねものがあるんですけれども、これを使ってはいやってね保存できるようにねしていきたいなってね思います。よし、並べていきます。そしてやっぱりね玉の小さいものもありますので、そういったものはですね、まあ、早めにね食べていって、ちょうどいい大きさのものは少しね保存も効きやすいかなとね思いますので、こんな感じでちょっとね、サイズに合わせて、やってねいきたいなってね思います。でもたくさんね収穫できましたね。まだまだ奥の方ね、玉ねぎね取ってはいないですけれども、もうちょっとね葉っぱね完全に枯れるまでねやってね育てていきたいなってね思います。うん、こんな感じでねまとめられました。そしてここね残骸が残っていますけれども、穴に入れておきましょう。こちらの残骸をこの
鼻の中にねちょっとね入れて、それで自然に分解されるようにしておきたいと思います。はい、綺麗になりました。そしてこのね玉ねぎのね、育てた後はですね、いくつかね育てられる野菜があるんですけれども、例えばトマトですね、あとそうですね、今ホームセンターでね行くと売られていったりとか、あとはオクラですね、オクラも結構ね良かったりします。あとはオクラの他に地映えきゅうりですね、きゅうりもこれからね台風とかも来たりとかして、結構ゆらゆらゆらって揺られてしまって、倒れてしまうことがあるんですね。でも地面にきゅうりを這わせて成長させることによって、そのねきゅうりですね、地面に這うので元気にね育つんですね。なのでそういったねところで、きゅうりもねおすすめになります。あとはつる系の植物で言いますとゴーヤとかですね、ゴーヤもね結構ね相性が良かったりしますので、ゴーヤもねおすすめになります。そんな感じで、はい、おすすめのね野菜ありますので、よければね挑戦してみてください。あとは、反対にね植えてはいけない野菜とかねあるんですね。その野菜としては例えば、ネギですね。ちょうどホームセンター行くと6月7月ぐらいにねネギをね植え付けるシーズンだったりもするんですけれども、はい、ネギはね同じ科のね玉ねぎ植物になるので偏っちゃうんですよね。同じ連作障害になってしまう危険性があります。なのでそういうね連作障害を防ぐためにもですね、そういうね同じ科のものは育てない方がいいです。ただねネギ系の植物は結構ね連作障害でもうまく育つとね言われているので、どうしてもね育てていきたいよという方はですね、はい、育てていってもねよかったりもします。そんな感じかな。あとはですねもう一個育ててはまずい植物としてはマメ科の植物ですね。例えば、エンドウ豆であったり枝豆であったりですね、そういったね豆系の植物は相性がね良くないです。なのでそういう植物は避けて、先ほどもね説明しましたトマトであったりとかですね、あとはキュウリであったりとかゴーヤであったりとかですね、そういったね、はい、相性のいい野菜ねありますので、よければねこのねマルチですね、黒マルチはもったいなかったりするので、そのまま、植え付けてね種まきとかね、もしくは苗とか売られていましたら苗を購入して、はい、育ててねいくといいのかなってね思います。じゃあさっぱりね綺麗になって、あと奥もねちょっとね残っていますけれども、こちらはねこちらで育てていきたいと思います。そして先ほどねオクラですね、ここね種まきしましたので、オクラはですねどんどんね大きくなるように育ててねいきたいなと思います。あとはつる系の植物で、かぼちゃもね一緒にね植え付けてもね良さそうですね。はい、こちらですねちょっとね種ですねお水につけていまして、数日ね経った状態になります。このね黒い上の部分がオクラになりまして、こちらオクラをね種まきねしていきたいなってね思います。そしてこの大きなのはインゲン豆になるんですけれども、同じところに植え付けていきたいなってね思います。ではまずねこちらからね植え付けていきますね。ではこうねちょっと近くで見てみますと、ここちょっと2畳植えという形でやっていきます。まずこの場所にですねちょっとね穴をね掘っていきますね。はい、穴を掘りまして、オクラの種ですね1個ね入れ2個かな2個植えておきましょう。オクラは競争するとね良かったりしますので、競争しやすいようにします。そしてこれはね、種まき梅土になるんですけれども、こういうね種まき梅土もね一緒にちょっと上からシラシラってね置いておくと、結構それで根付きがね良くなりやすくなりますので、そんなイメージで、はい、作業をねしていきます。そしてここから離した別のとこですね、隣の部分にも置いて種まきねしていきたいと思います。ここが15センチ、30センチ、45センチぐらいですね、その間隔でちょっとね植え付けていきたいと思います。オクラは競争するようにして育てるといいので、2つずつですね種を、はい、巻いていきます。よし、はい、こんな感じでね、はい、種ね巻くことができました。
こういう風にね、玉ねぎの残骸のねものですね、黒マルチにこのまましておいておく、捨てちゃうのもねもったいないですので、やっていきます。そしてまた間を空けてこの場所に種をまいていきたいなってね思います。じゃあ種まきする前にここに土を入れてしっかりね固めて、それから種ですねまいていきます。1個まいて2個ですね、はい、2個まきました。そしてまたパラパラっとね土をかぶせて OK です。はい、では同じようにインゲン豆もやっていきましょうか。インゲン豆は大きくね成長しますので、ちょっとねここの1列ですねに巻いてねいきたいなってね思います。ちょうど玉ねぎね育ってると思いますけれども、この間に、はい、種をまいていきます。今ここに種まきましたので、ここからね離した場所ですね、この場所にまいておきましょうか。まず1箇所目ですね、種をまいてこの上から土をかぶせていきます。こんな感じ、はい、そしてできましたらもう1箇所ですね、ちょっと離したところに巻いていきたいなってね思いますので、ちょうどこの間ですね、ちょっと種まくところを、収穫していきます。45センチ間隔ぐらいですね、その間隔になるように、はい、種をまきをしていきます。そうですね、はい、そして出しましたら種を入れていきます。とてもね簡単です。そして、マメ科の、ね、植物になるので結構ね自ら栄養にして育っていきますので、これはね特に肥料とかねあげないで追肥という形でちょっとやってね育てていきたいなとね思います。はい、じゃあ今ねやりましたとこになりますけれども、種まきしたところに土をねかぶせていきます。はい、パラパラーっとね、そして上からトントンと、はい、そして最後にお水をねたっぷりとあげて植え付け完了になります。こんな感じで、はい、育つねことできますので、皆さんもね、このね玉ねぎの場所ですね、もったいないよという方はですね、使ってねやっていただくといいかなとね思います。あとはねもちろん苗で、ね、購入して植え付けていってもいいかなってね思うところです。でお水をたっぷりと乗せてかけていきます。はい、こちらですね、先日種をまいてあれからね数日経ちましたけれども、こんな感じで、オクラねちゃんとね芽が出てきました。種まきしたところは全部ねしっかりと発芽してきています。そして心配していました豆ですね、エンドウ豆になりますけれども、エンドウ豆もね、はい、いい感じにちゃんとね、成長してきています。そして奥も、そろそろね玉ねぎ収穫しないといけないですけれども、こちらねちゃんとね大きく成長してきています。素晴らしいです。双葉が咲いてもう本葉もね4枚目がね出てこようとしていますね。上から見てみますとこんな感じで、はい、元気よく成長しています。そしてちょっと今日はね晴れてないのであれなんですけど、本当ねもう玉ねぎも収穫枯れていますので、どんどん収穫をしていきたいなってね思いますね。こんな感じで、奥もねどんどんねエンドウですね成長していますので、はい、これはね大きくなるように育てていきたいなってね思います。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですね、玉ねぎですね、はい、たくさんね収穫できました。まだまだ奥の方ねありますけれども、ちょっとまだね玉ねぎね食べてまだ成長ねしていく玉ねぎだったりもしますので、どんどんね大きくして育てていきたいなってね思いますね。今回の場合ですね、同じようにして収穫をして、それで保存もねしていくこともねできますので、もうね梅雨の前とかですね、もうギリギリまでね畑に置いておいて、それでね育てて、あとはねやっていきたいなってね思います。はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。
それでは失礼します。